サウンドロケツ TV 工事隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。本日はですね、こちら薩摩30423さんでございます。こちらの方は皆様ご存知でございますか、ね、YouTube ではもう13万人以上の登録者がいらっしゃるというすごいギタリストさんでございますけれども、今回ね、その薩摩30423さんとちょっと対談というか、まあ、ズームなんですけれども、させていただきまして、そちらをちょっと今日はアップさせていただこうかなと思っております。薩摩30423、1966年生まれ。80年代後半から90年代にかけて関西のハードロックバンドのギタリストとして活躍の後、1996年にキーボードプレイヤーとしてメジャーデビュー。1999年に解散後、実家のお好み焼き屋薩摩を継ぐ。42歳の時に YouTube にヴァンヘイレの曲などをコピーし投稿したところ、1日で数万回の再生がされるようになりました。 YouTube で動画をアップし続け、11年目となる2020年に登録者が10万人を達成。現在の登録者は13万3000人となっております。80年代当初よりテクニカルなギタリストとして評価されており、人気ギタリストでもありました。現在は各種ライブイベント、楽器店や楽器メーカーとのタイアップ、音楽雑誌などからも依頼が殺到しております。人気洋楽、ハードロック、ヘビーメタル曲を完全コピーした DVD の発売など多岐にわたり活躍しております。私ね、薩摩さんのことは前からよく知っていて、それはトークの中でも話してますけれども、何回も見させていただいております。 YouTube のね、動画の方はね。それで、まあ、今回私のチャンネルの方に薩摩さんが懐かしいみたいな感じでコメントいただいたんですよ。まあ、それがきっかけで、まあ、交流が始まったといいますか、ご連絡させていただいて、まあ、それで今はね、何度か連絡を取り合うような仲といいますか、まだねお会いしたことないんですよね。コロナ禍なんでちょっと私大阪に行けなくて、お店に行ってね、お好み焼きも食べてみたいんですけれども、今そういう関係ぐらいな感じで、なので今はまあちょっとまだ会えないんで、まあズームで、今回はちょっとお話させていただいたという感じでございます。はい、まあ、いろんなお話をね、たくさん聞けましたので、ぜひそちらのトークの、まあ、ズームの画面になっちゃいますけれども、見ていただければなと思います。それではどうぞ。本日はですね、スーパーギタリストの薩摩30423さんに、お越しいただいております。かっこいい。薩摩30423です。かっこいい。あ、どうも。あ、工事隊長。あ、どうも、はい、初めましてと言います。私もですね、工事隊長の YouTube チャンネルを、まあ、はい、たまたま見かけましてですね、もうえらいもうドハマりしてしまいまして、ついついコメントしてしまいましてですね。ありがとうございます。私もジャパメタどっぷり使ってる昭和41年生まれなのでですね。あ、同い年ですね、じゃあ。あ、そうなんですか。もうね、ええ時代でしたね。いやー、もう素晴らしい。まあ、今が悪いとは言わないですけど、はい、あの頃は本当に楽しかったですよね。そうですね、はい。まあ、素朴な疑問といいますか、単純に薩摩さんとお呼びしてよろしいんですか、ね、あ、はい。まあ、もう皆さん薩摩さんと呼んで。本当ですか。はい、くれじゃあこれが薩摩さんと、はい、はい、今まあ機材とかいろいろ後ろにもいっぱいね、ギターも、あ、はい、そうですね、いますけれども、はい、今メインで使われている、まあ、ギターはたくさん使われてると思うんですけど、はいはい、アンプとかそういうエフェクターとか、なんかこう今これが一番使ってるんだみたいな、なんかあります？そうですね、私も2019年、18年にですね、コルグさんの方からケンパーを提供していただきましてですね、それも今ほぼそれで YouTube やライブ活動が行ってるんですね。はい、なるほど。はい、そのケンパーにももうエフェクターがもう入っているので、もうまさにフットスイッチつなぐだけでオールインワン、はい、なるほど、出ております。はい、あれライブとかでもケンパーなんですか？あ、そうなんですよ。ライブがすごいんですよ。もうこのヘッド、ランチボックスタイプのパワーアンプ付きがですね、600ワット言うて、未知の数字ですわ。どういうことなんですかね。東京ドーム対応みたいなんですかね。いや、本当ですよね。600ワットってすごいですね。
はい、まあ、だからその、まあ、PA にも対応するっていうことなんですよね、ハイワットの。じゃあもうそれ一発で。そうですね、昔のね、私たちの若い頃の LINE と違いますわ。ね、今の LINE はもうスピーカーシミュレーターも入ってますので、まあ、私も YouTube のライブ配信はLINE でつないでるんですが、もうまさにこのね、はい、いいよ。ちょっと拝見させていただきましたけど、はい、めっちゃいい音で。ありがとうございます。ね、もうこの次世代アンプといいますか。ほんとすごいですよね、はい。あれって結構重いんですか？いえ、軽いですよ。あ、軽い。もう名前もランチボックスタイプっていうのがあるのでね、はいはい、でパワーアンプなしもあるんですけど、それはね、もうスカスカというか、これなんか不良品ちゃうかいうぐらい軽いんです。あ、そうなんですか。こちらぐらい軽いんですよ、はい。じゃあ、まあリハとかにも、まあ、気軽に割と持っていける感じ。そうなんですね。一番はですね、USB に全部音を入れられるんですね。でそれリグって言うんですけど、それ薩摩リグって言って、僕東京でライブするときは USB だけ持っていくんです。ほんで、そう、向こうでまあ、コルさんに、うん、借りして、うん、はい、会場に。あ、なるほど。もうあとそれ差しとけば。そうです、もう新幹線には衣装と USB だけなんですよ、うん。でこの前東京でポンヘイレン言ってね、ポンさんの、はいはい、ええ、はい、あれやった時も一応その、ええ、ライブ会場の隣がスタジオやったんですけど、そこまでケンパ持って行ったんですけど、そこのスタジオにケンパがあったので、うん、もうそのまま、はい、薩摩リグをインストールして、まあ、そのままそこのスタジオ薩摩の音が鳴るようになってますわ。今度使おうかな、ちょっと。なるほど。はい、今そのケンパーをメインですから、スピーカーとかはじゃああるんですか、まあ、そこのあるやつを使うみたいな。そうですね、それはもうモニター代わりというか、もうマーシャルでも何でもそこにある、まあ、ジャズコーラスでもやったこともありますし、うんうん、要はもう PA にすごくいい音が出てくれますので、はい、ね、昔も隊長 もうかなりのライブ経験を やられてると思うんですけども、リハーサルでね、もうマーシャル、はい、ギターください言っても、ギャーンって弾いたら、はい、どうも言って、多分あれ、スペーダーゼロですよ。やかましいんですよね、ハードロックは。そうですね、はい。今はもう、ケンパーでこのラインなので、ものすごく絞れてるというかね、昔はギターがうるさいからベースも上げる、うん、ドラムも必死、うん、ボーカルもガナルだったんですけどもね、うん、まあ、中音も非常にやりやすいですね、こういうラインで。あ、やっぱ中音、じゃあもうかなりクリアな感じで聞こえてきて。はい、そうですね、はい、もうギターの音なんかベースの方には聞こえないぐらいなので。あ、そうなんですか。はい、まあそれはもう自分で上げれるんですけど、うんうん、そんなに上げずに、もうここからモニター前のね、転がしから、はい、聞こえる程度に。若干ね、お値段的には、はい、私とかは買わなきゃなんてなると、うーん、で少し考えちゃうなと思って、ちょっと弾いてみたかったんですけれども、うん。あ、そうですね、でもまあ、もうエフェクター探しの旅もアンプ探しの旅もなくね、もう終わった、もういい音がね、どんな音で伝わってるのか分かりませんか。そうですね、若干今、はい、フェイザーがかかっちゃったような、さっきの音が、はい、それはちょっと残念ですけどもね、はい、音のいいのは証明済みなので、はいはい、また薩摩チャンネルをご覧いただきます。そうですね、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、はい、薩摩さん、いろいろ、例えばヤンピーターさんとかでもそうですし、いろんなところで、はい、まあ、ご自身のね、チャンネルもそうですけど、こうやって弾くんだ、はい、ああやって弾くんだみたいな、いろいろ教えてくれるじゃないですか、この3拍目の裏のどうのとか、いろいろ見てるんですけど、はい、自分も。ありがとうございます。はい、正確にコピーするコツというか、はい、曲を聴いて、あ、そうですね、私全然コピーができない男でございます、はい、実は前にツイッターかなんかでいくつか曲を弾いて、まあ、リフだけ弾いてあれするときにいろいろ探してて、その時に初めて薩摩さんの動画を見て、まあ、超わかりやすいな、はい、この人とか思って、ああ、そうなんです、それを見ながらコピーしてた。ああ、ありがとうございます。はい、本当、まあ、光栄なことでございます。そのコピーの、まあ、コツというか、どういうふうにやってらっしゃるのかなっていうのがちょっと興味がありまして、
私もね、もう中学か高校か忘れましたけどね、その頃はね、もうバンヘレンに限らずね、どない弾いてんのか何してんのかもわからない、うん、同じみんなとキッズと一緒に、うん、ね、ギターに熱中してたわけですけども、はい、27、8で、もう27ぐらいでギターやめたんですね。はい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 、で復活したのが42歳なんですね。その、ま、3042の42が42歳で復活した時なんです。この30がミスとお好み屋やってるんですけど、30周年なんです。はい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 、YouTube のアカウント取るのになんか名前つけなあかんいうので、ほんなもう店の名前薩摩で30周年で僕が42歳やからという、うん、こんなまだ安直な、名前つけたんですけども、はい、でこの42歳の時にですね、もう家にパソコンもまあまあ皆さん家庭に普及してましてですね、うん、そうしますとですね、再生速度を変え、音程を変えずに再生速度を変えるという、まあそういうオーディオプレイヤーというかね、いろんなアプリというか、そういうのがありましてですね、ほんでそれでゆっくり再生しますとですね、うん、まあこう弾いてることが分かると言いますか。ほんで私ギターやめてる間に和太鼓をやったんですね。ははは。和太鼓もまあまあええとこ行ってましてですね。あ、なるほど、それは初耳ですね。はい、地元の小学校やらもう保育所やらね、うん、もう掛け持ちで年間6校ぐらい行くんですよ。へー。ぐらい、それぐらい行ってたんですね、コロナ前は、うん、ほんでそのまあ和太鼓で私リズム勉強してんです、ね、はいはいはい、楽譜の読み書きが、そのヘビーメタルやってる時は楽譜なんていらねえぜっていうね。まあまあそうですね、まあ、私もそうです、まあ、全然未だに読めないです。はい、はい、それがちょっと和太鼓で楽譜の読み書きが音符の長さとか分かってきた。それで42歳の時にバンヘイレンとかいろんなの聞いた時に、わあこれはと思って、マイケルシェンカー速度を遅くすると、おお、なるほど、こういう風に弾いてんのかと。まあ昔でいう星ヒューマがね、ボールが止まって言える、まあ、音が止まって聞こえるみたいになったんですね。なるほど、はい、ここからなんか、ほんでまあ薩摩さんって耳いいですよねってよく言われるようになって、うん、あ割といい方なんかなと、まあ、自分でもまあ認識してきたんですが、はいはい、ただコピーするときはですね、もう本当にもうたった1秒のところがわからんっていうだけでもずっとループするんですね、まあ、今のね繰り返し再生もできるので、もう朝起きたらそれループさせて、朝ごはん食べながらいろんな作業しながらもずっと鳴ってるんです。ほんならなんか聞こえてなかった音が聞こえてきたりするんですね。ほんで突然ギター持って、え、ちょっと待てよ、これってって思ったら、あ、これこうやんっていうのがなんか分かってきたりというか、まあそうなんですよ、私も私なりにちょっと努力もしてるというかね、そういう細かいとこまで、やってますから、まあ皆さんにこうやってね支持いただいたんかなという、まあこれからもそこにこだわってやっていきたいなと思います。いやーすごい、まあ、はい、分かりやすいのもそうですし、はい、さっきちょっと俺ライブワイヤー見てたんですけど、ありがとうございます。あれ あそこにそんな古い、まあでもそう言われてみればこういう音鳴ってるような気がするなみたいな。そうなんですよね。え、こんなところ弾いてたんだとか思いますね、はいはい、そういう感じがですね、また皆さんと懐かしい感じを共有できてですね、はい、みんなと盛り上がれてるんかなと思ってるんです。まあ、薩摩さん今はねまた違うバンドとか、はい、まあ、YouTube も含めいろんな活動されてると思いますけど、はい、80年代にもバンドされてたじゃないですか。そうなんですよ、80の話を少し、はい、もうね、笑うぐらい鳴かず飛ばずというかね、いやいや、もう本当なんですよ、もうほんま面白い話があってですね、一緒にやってた、まあ、あるドラマーがですね、僕、ヨンちゃんって呼ばれてたんですけど、はい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 、それが、まあ、42歳ぐらい、この YouTube 活動してる時に、ヨンちゃんってあれやな、昔パッとせんかったけど、今花咲いてるよなとかね、それぐらい、まあ、僕もね、いろんな東京とかもライブ行ったんですけども、まあ、全く、はいはい、だからもうほな隊長、僕のバンドの名前歌って知りませんよ、それはもう最初高校の時はレイラっていうバンドやったんですよ。知らないでしょその次がですよ、またレセプションって言ってね、また音源渡すから今この BGM でちょっとかけてもらって、はいはい、かけますほんでその次がロンドンって言ってね、あ、ロンドン、もう知らないでしょ、はい、あれね、ラストライブやったんで、はい、ラストライブで、はい、あ、そうなんですね、
はい、でもね、あれもね、からくりがありましてですね、対バンが東京ヤンキースやったんですよ。そうなんですか。だからもう満タン、まあまあ、落第っていうのもありますけど、あの時ね、300近く入ってましたね、もう、あの100、200弱の、あのキャパやったんですけど、はい、ツアーとかも回ったんですか。はい、もう行きましたよ、もう高校の時からね、もう、うん、新宿やら神楽坂エクスプロージョンやら千葉でライブやったんですよ、高校の時。高校さ、そうですね。ほんでね、新宿の時に対バンが急にキャンセルになって、はいはい、僕らだけでお客さんゼロというかね。でスタッフの友達とか呼んで、まあ5人10人でやったんですよ。ほんでもう、じゃあリハ終わった後ビラでも配ってって言ってたら、うわーって人が大移動しててね、うん、何があったんかなと思って聞いたら、もうあの今松田聖子と神田正輝が伊勢丹に買い物来てるのって言って、もうビラ配るどころやないというね。時代ですよね。なるほど、それはまあ確かに大移動はありえますね。はい、はいはい、まあ、逆にじゃあそのツアーとか回ったりとかで対バンで印象深かったバンドとかも、ね、ジュエルさんね、本間さん、ダンサーさんとか、いろいろ、はい、対バンさせてもらいましたね。一番大きな地元ですけども、ジギーさんとね、はい、すごい、まあ、とかジギーやったんですけどね。でもその代わり、もう行けずというか、ジギーのライブは見せてくれなかったんですよ、僕。ジギーがやるときはダメみたいな感じで、まあ、それぐらいも人気も、もうそのライブハウスでやるのがもう限界じゃないんかっていうぐらい、時期人気あるときやったんで、ね、もうすごい人が来てましたね。はい、で薩摩さん、ね、バンド80年代やられてたということで、まあ、今もちろんやられてると思うんですけど、はいはい、そのジャパメタ世代ということで、私チャンネル割とジャパメタの話多めなんですけど、はい、もう最高 の, カテゴリーね。ありがとうございます。ましたね。もしよろしければ、はいはい、ちょっと一緒になんかこう、まあ、今もこうやってね、お話してますけど、まあ、コラボっていうか、ちょっと曲とかなんかあったらな。ああ、もうこちらこそ喜んで、はい。どうですか？やりたいですよね。じゃあ、44マグナムなんかどうですか？あら、いいんですか？やっていただいて。はい、俺、今、自分で言おうかなと思ってましたけど。ああ、そうなんですか。はい。まあ、やっぱり、マグナムちょっとやりたいなーなんて思ってたんですけど。ああ、いや、僕もやっぱりね、輝き続けてる、この44マグナムの。あ、本当ですか？ストリートロックンローラーなんかどうですか。あ、はい、ストリートローラーいいっすね。はい、なるほど。ちょっとですね、はい、じゃあ今ちょっと、まあ、画面では見えないんですけど、はい、じゃあここにですね、こいつがいるんです。おお、君さん V が、あ、これはいいですね。僕も持ってました、フェルナンデスのやつですけど。そうなんです。この初期のっていうかね、はい、私がローディーしてた頃の使ってた、はい、わ、これをちょっとじゃあ使って、ストリートロックンローラーをちょっとやらせていただきたいななんて今、ふと思ったんですけど、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。超嬉しいです。はい、いかがだったでございましょうか。ねえ、とてもまあ、お話のね、聞いた感じ優しくてね、まあ、気さくな感じの方で、私も非常に話しやすくて、楽しい時間を過ごさせていただきましたね。いろんなことを、聞けたなと思うんですけれども、まあ、機材の話もそうですし、まあ、コピーのやり方とか、あとまあやっぱり80年代ね、その話はね、これもっと盛り上がるかなと思うんですけれども、今後もね、はい、80年代にバンドやっていてということで、いろいろなお話を聞けました。まあ、ちょっとね、ライブの映像の方はですね、ちょっと音がちっちゃくって、そのままちょっと流すには辛かったんで、ライブの映像をね、ご覧いただきながら、まあ、その当時にね、発表されていた音源をちょっとバックで流したという感じでございますけれども、めちゃめちゃかっこいいっすね。イケイケな感じでございますけれども、はい、当時からやっぱりその音源を聞く限り、まあ、ライブの、ね、映像も、ね、聞こうと思えばなんとか聞けるぐらい の, 音量なんですけど、めっちゃすごい速弾きとかしてるんですよ。やっぱうまかったんですね、当時から。相当すごいギタリストだったと思います。はい、ね、そして皆様、ね、トークの中で、見ていただいたと思いますが、まあ、こちらの V ね、この話になりましたね、ジミーさんの V を私が持って、ストリートロックンローラーを2人でじゃあ弾きましょうというお話ができました、ね、ついに
このジミー V が火を吹く日が来るという感じでございますけれども、はい、いかがでございますかこれね、はい、超かっこいいギターでございますけれども、まあちょっとね、あの調整しないとあれなんで、今すぐこれは今弾けないんですけど、まだいつぐらいにそのねコラボした動画を出せるっていうのは発表は今できないんですけれども、まあ本当に近いうちにできると思いますので、その辺もご期待ください。どういう風に今撮ろうかななんて考えているところでございますけれども、まあかっこいい動画はね、2人で、できればなと思いますし、ちょっとね薩摩さんのあの感じと一緒にこうどっちのチャンネルでとかってやったら面白いかななんて、そういういろいろアイデア出してお話は2人でしておりますので、ぜひご期待ください。まあそれとですね、まああの動画の中で薩摩さんがギターを弾くシーンがなかったじゃねえかよおいみたいな感じの方ね、見ていていらっしゃったかもしれませんけれどもですね、まあちょっと初めてズームをねお互いにやったというところで、あのギターの音がですねあまりこうクリアに入んなかったんですよね。あのまあ機材の設定とかいろいろやってみたんですけど、まあ、時間があまりその時はなかったんで、じゃあ今回は、ちょっとギターは弾かずにということになったので、まあ薩摩さんねでもあのとっても喜んでいただいて面白かったですっていうことだったんで、まあ第2弾第3弾とね、薩摩さんとまたコラボいろいろできると思いますので、その時にもっとねきっちりギターの音がガーンと来るような設定を、2人で、探してですね、もうちょっと良いものが作れるようになったらもうゴリゴリに弾いてもらおうかなと思ってますんで、まあ、俺もね一緒にギター弾ければ、ギター対談じゃないですけどそういうのができればいいかなと思ってるので、その辺もご期待ください。今回もっともっと本当長くお話ししてるんですけれども、そちらはあの番外編として私のあのサブチャンネルの方のヘビーの方でですね、アップさせていただこうと思いますので、そちらの方でもまあ興味深い話たくさんしているので、まあ、雑談に近いんですけれども、俺が聞きたいことがすごくいっぱいありすぎてですね、薩摩さんあれは薩摩さんあれはっつっていっぱい聞いてるんで、まあそっちもあの楽しんでいただければなと思いますので、ぜひ。あとねピックスクラッチですけれども、あの俺本当下手なんですよ。なんですけど薩摩さんにいろいろ教えていただいたんで、まだやってないんですけどね、あの、まあ、薩摩流ピックスクラッチっていうんですかね、それを、まあ、ヘビーの方でその時にね一緒にこのぐらいかなこのぐらいかなみたいでちょっとチャレンジしてみようと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにということでございます。薩摩3042さん今回はありがとうございました。またねあのコラボでよろしくお願いいたします。本日は以上でございます。面白かったなとかまた見てもいいよという方はですねチャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。それではまたね。